前回嵐山の福田美術館と佐賀嵐山文化館を紹介させていただいたんですけども、今回のこの動画では嵐山のトロッコ列車、佐賀駅から出発して亀岡まで行って亀岡からまた帰ってくるんですけど、でいつもはこのトロッコ列車私も何度か乗ろうと思ったんですけど、いつもも売り切れてて乗れなかったんですけども、今回はもう本当にありがたいことにまだ切符がありましたので、これから、トロッコ列車佐賀駅から出発して亀岡まで行ってまた帰ってまいりますので紹介させていただきます。どうかお楽しみください。佐賀のトロッコ列車は新型コロナウイルス感染拡大防止のため4月8日から6月12日まで営業運転を休止しておられたんですけど、6月13日に2ヶ月以上ぶりに運転を再開されまして、私はこの6月15日に行かせていただきました。もしかしたら乗車券が取れるかなと思って、トロッコ佐賀駅に着いたのが午後3時半ぐらいだったんですけど、本当にラッキーなことに、最終午後4時2分、トロッコ佐賀駅発のリッチ15号の乗車券を取ることができて、初めてトロッコ列車にこれから乗せていただきます。で全5両なんですけども、この5号車だけがこの窓ガラスがないオープン車両になってまして、ザ・リッチ号というらしいんですけど、だからこの5号車なんていうのは本当に一番人気があると思うので、なかなかこのチケットが取れないと思うんですけど、本当にラッキーなことに今日はこの5号車に乗ることができました。トロッコ佐賀駅を出ますと、トロッコ嵐山、トロッコ保津峡、そしてトロッコ亀岡駅と3駅なんですけど、まずはこの2、3分でこのトロッコ嵐山駅に着きまして、次はトロッコ保津峡に向かいます。はい、列車が止まりましたら、運転さんからの特別サービス、知識のいい場所で停車をしております。対岸の建物が嵐山温泉高級リゾートという感じでございます。その後ろ一帯の山が名称嵐山です。この保津川の対岸にあるのが高級リゾートで有名な星のや京都さんだそうで、ぜひ一度、泊まりたいなと思います。梅雨の季節にもかかわらず、この日はお天気も良くて風がすごく気持ちよかったです。ここ数日雨が続いていたので、保津川の水量がかなり増えていたみたいで、この日保津川下りは運行は休止されていました。トロッコ嵐山駅を出て、次はトロッコ保津峡駅へ向かっております。この5号車のザ・リッチ号は天井の部分もこの透明で空が見えるようになってまして、もう本当にあの自然に包まれて走っているようで、すごくあの気持ち良かったです。ここからトンネルの中の映像のところはカットさせていただいたんですけども、ほぼ全行程にわたってトロッコ列車5号車のザ・リッチ号からの眺めを楽しんでいただけたらなと思います。
スペースドラマで横お目にかかるつり橋でございます。橋を渡って右方面に行かれますと京滝高尾の名機部コース、また左方面に行かれますと柚子の坂水の渡子さんへの登山コースです。このトラックホツキョ駅のホームでは謎のタヌキさんたちが見送ってくれてました。どういう意味があるんでしょうね。トロッコ保津峡駅を出ますと次はもう終点のトロッコ亀岡駅に向かいます。トロッコ佐賀駅を出たのが午後4時2分発、そしてトロッコ亀岡駅着が4時25分の予定ですので、片道23分のトロッコ列車での旅になります。
まもなくトロッコ亀岡駅に到着いたします。トロッコ佐賀駅を出て片道約23分のトロッコ列車の旅でした。トンネルのシーンはカットさせていただいたんですけども、ほぼ全行程にわたって動画で楽しんでいただけたのではないかなと思います。私は今日はこの日はホームに約5分停車した後、同じ電車でトロッコ亀岡駅を出てトロッコ佐賀駅に帰ったんですけども、時間のある方は1時間2時間後の帰りの切符を取られて亀岡駅周辺で楽しんでいただいてもいいのかなと思っております。帰りのトロッコ亀岡駅を出てトロッコ佐賀駅までの映像は次の動画でまた楽しんでいただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。